皆さんこんばんは。県民ダイアリーならいいね、司会の山広と伊佐川奈央です。よろしくお願いします。さてこの番組どういう番組かと言いますと、はい、こちら奈良県が毎月発行しています県民ダイアリー奈良を分かりやすく楽しくお伝えする番組です。それでは今月のラインナップご紹介しましょう。特集もっと良くなる奈良を目指してぶらり日本食器、新発見おいしい奈良もあります。うふふ川柳プレゼントももちろんありますのでご期待ください、はい、さあ今月も盛りだくさんの内容でお届けいたします。さあ伊佐川さん、はい、4月がスタートいたしました、うん、4月といえばやっぱ新年度、そうですね、何か始めるのにもいいきっかけですよ ね何か。いや私は息子が保育園に入園したんですよ、はい、これまで24時間2人っきりで一緒だったのがちょっとでも離れるのって寂しいですね。いやそうね、やっぱお母さんの心としてはあるんかな、はい、そう、もう離れ離れにもう保育園入りたいっていうのあったはずなんやけど、いざ離れるとちょっと寂しい。でもそうやってお子さんって強くなっていくもんやからね、はい、そうですね、私も強くならんと。そうやね、お母さんも ね、うん、山さんは何か。まあ僕はあの新年度ということでなんかスタートしなあかんということで勉強しようと思って、はい、お勉強、はい、あら何を。その検定、はい、そのまあ、例えば奈良検定であったりとか温泉ソムリエとかそういうなんか資格とかを、ね、流行ってますもんね。そう、何を勉強されて、自宅でできる、え、何を勉強されてるんですか。いやあの温泉ソムリエとか、はいはい、奈良検定とかを取ろうかなと思って勉強してますっていうのを言ったんです、はい、そうなんですね。びっくりしました、同じこと返ってきて。あの意外だったのでお勉強っていうのが矢野さんから出てきて、そうなんですよ。意外性をギャップをね、はい、これから大切にしていこうと思ってます。素敵な矢野さんも楽しみにしてます。さあということで、奈良県も、奈良県コンベンションセンターが開業いたしました、はい、奈良市の大宮通り奈良市役所の南側にできた観光の拠点となる場所ですね、はい、まあ、この後詳しくご説明させていただきます、はい、それではこちら特集から参りましょう。もっと良くなる奈良を目指して令和2年度予算で奈良新都づくり戦略2020を実行。はい、ということで4月は県予算の月ですよ ね。でこちら表紙ご覧ください。いいでしょう。こう書いてるんですけどね、こちらに、私たちの将来のためにお金はうまく使ってね、うん、子どもたちのためにね、うん、しっかり考えていきたいですね。ですね。そしてね、お隣のワンちゃん、はい、賢いんですよ。こちらね、はい、令和2年度の予算額は5609億円だワンと教えてくれてます、うん、ワンちゃんが言ったことのない額を言ってますよね。ね、大きな額ですが2-1はワンぐらいしか言ったことないと思うんですけどね。そうですね、はい、さあということでまずは目に見えて良くなってきている奈良県の状況を見てみましょう、はい、こちらは工場立地件数についてです。企業誘致や新たな産業用地の確保などにより平成30年の工場立地件数は全国11位になりました。続いてがん死亡率です。この13年間でがん死亡率は大幅に改善し平成30年には全国4位になりました。また死亡率の減少率は全国1位です、うん、そして障害者雇用率です。障害者雇用率は全国トップクラスをキープし続け、はい、平成28、29年と令和元年に全国1位になっています。それでは今年度の予算額を紹介しましょう。令和2年度予算額は5609億円で前年度より336億円の増です。主な要因はご覧の通りで奈良県道路公社生産金を活用し今後の地域経済活性化のためのプロジェクトに備えて基金の積み立てなどを行います。財政も目に見えて良くなっています、はい、県債残高は平成26年のピーク時からおよそ800億円の減少となっています。さあそして県税収入ですが、はい、こちら、平成22年から令和2年の10年間でずるずるずるっとおよそ160億円増加しているんですね、はい、
そして変わってこちらなんですが、うん、緑のラインですね、はい、ずっと下がっていってますよね。これ10年間で、はい、およそ700億円の減少。これ県の借金を減らして、はい、県税収を増やすことで、うん、将来の県民負担を軽減しているということが言えるんですよね。はい、まあ、というように奈良は目に見えて良くなってきたと言われることが多くなりました。そこでこちらです。良くなる流れを加速し、もっと良くなる奈良を目指して、本年2月に奈良県政の目標と道筋について奈良新都づくり戦略2020を取りまとめました。この戦略は9つの都、題して九条王子戦略で構成されています。それではその9つの都を紹介していきます。栄える都を作る。奈良県経済の好循環を促し、働きやすく就業しやすい奈良県にします。にぎわう都を作る。奈良が有する自然、歴史、文化資源を活用して観光産業を振興します。奈良県コンベンションセンターを活用した観光振興も始まりますし、平城宮跡南側の整備もされます。この奈良県コンベンションセンター、今月1日にオープンを迎えました。建物は天平をモチーフにした建築デザインで、最大2000人が収容できるホールをはじめ、雨でもイベントが開催できる大屋根付きの天平広場などがあります。観光振興施設には奈良蔦屋書店が出店し、県産品の販売や観光インフォメーション機能を提供します。いや、これはもうにぎわいの拠点であり、そうですね、またこうコミュニケーションができる場でもありますよ ね、みんなが集まる場になっていくんでしょうね、はい、さあ続きましては、楽しむ都を作るです。県民が安心して快適に暮らし続けられる奈良を作ります。便利な都を作る。県土マネジメントを推進し、効率的で便利な交通基盤を作ります。健やかな都を作る。健康寿命日本一を目標に、高齢者、障害者を含む誰もが健やかに暮らせる地域を作ります。知恵の都を作る。すべての県民が生涯よく学び続けられ、奈良の歴史文化に親しめる地域を作ります。豊かな都を作る。県内の農、畜産、水産業、林業の振興、農村活性化、森林を守る施策を進めます。中央卸売市場の再整備もありますし、ナフィックの教育の充実と周辺整備もされる予定です。ナフィックにセミナーハウスができるんですよね、はい、まあ、ナフィック、食と農のプロを育てる学校ですもん ね。この番組でも何度もご紹介していますが、はい、調理だけではなく、うん、サービスや経営までも学べる学校なんですよね。この後の新発見おいしい奈良でも、卒業生がオープンしたお店をご紹介しますよ、うん、楽しみですよ ね。さあ続いて、誇らしい都を作る。交流定住の促進により、南部地域、東部地域を頻繁に訪れてもらえる住み続けられる地域にします。爽やかな都を作る。奈良が持つ行政資源を総動員し、効率的・効果的な行財政マネジメントを行い、行き届いた行政サービスを届けます。以上、特集もっと良くなる奈良を目指して、令和2年度予算で奈良新都づくり戦略2020を実行をお送りしました。続きまして、ぶらり日本書紀に参りましょう。今月は日本書紀巻第14、第21代雄略天皇にまつわる話をご紹介します。日本書紀によると、462年、第21代雄略天皇は妃に桑の葉を摘ませ、養蚕を進めようと考え、臣下である津軽に蚕を集めるように言いました。すると津軽は誤って子供を集め、天皇に献上したといいます。臣下の津軽はなぜこのような間違いを起こしたのでしょうか。それはこの文字がどちらも子と発音する言葉であったことから
勘違いしてしまったということなんですね。天皇は大笑いし、津軽に連れてきた子供たちを育てるように言い、小さこべの村治という名を与えました。今回のぶらり日本書紀は第21代雄略天皇ゆかりの地をたどります。ある時、雄略天皇は三諸山の神の姿が見たいと言い、津軽に捕まえてくるように命じます。津軽が三諸山で捕らえた大蛇を天皇に見せると、大蛇は雷のような音をとどろかせながら目を光らせたので、天皇は恐れてご覧にならず、大蛇を丘に放させました。天皇はその丘に雷槌という名を与えました。雷槌という名の丘、それがここ飛鳥村にある雷槌の丘です。この場所については日本領域にも記されています。津軽が亡くなった後、雷が落ちた場所に彼の墓を作り、雷を捕まえた津軽の墓として碑を建てました。怒った雷はその碑を蹴り割ろうとしたところ、柱が裂けたところに足が挟まって抜けなくなりました。天皇は生きても死んでも雷を捕まえた津軽の墓と碑を建て直しました。これが雷槌の丘の始まりと言われています。さて、この雷槌の丘の北西、橿原市に津軽ゆかりの場所があるということなので、行ってみたいと思います。橿原市にある小部神社です。ここは通称大神社の境外摂社です。小部神社、御祭神は、御祭神はね、津軽の御事という方なんです。津軽の御事が筆頭であって、小部、小さい小部、子供たち、それを引き埋めた方々がここにお祭りされているということなんですよね。津軽が子供を養育した場所はここ日高の付近とされています。皇居の片隅にその子供たちを育てる、今で言ったら保育園ですね、そういうのを作られたということなんです。で、その小さな子供たちのことを小さな小部と呼ぶんですよね。大神社と小部神社の関係性というのは、このね、大神社の御祭神、神谷意味美の御事という方、神武天皇の第二王子、その方をご先祖に生まれてこられたのが津軽の御事なんです。小部神社は東と西に2社あるそうですが、もう一つお宮さんある方は、ここで子供たちを育てられた、その関係のある人々が集まって作り上げたのが西の方の小部神社です。西の神社は俗に津軽神社とも言われ、津軽に育てられた人々がお祭りした神社という説もあります。地元では軒の宮と呼ばれています。お祭りしている神様、全く一緒です。あ、同じなんですね、うん、子育ての神様とも言われてますもんね。そうですね。雄略天皇は日本国内の古墳から出土した副葬品に刻まれていた名文から実在の人物であり、中国の草書に記されている和の五王の一人、武であるとも考えられています。皆さんも日本書紀の舞台を散策してみてはいかがでしょうか。小部神社、まあ、小さいという字を加えて小さい小部、小さ小部っていうんですね。あの
保育園のような存在だったっていう、ね、ちょっと親近感が湧きますよね。育児の神様って言われると ね僕らなんかピンときます ね、 ですね。あのこの地区で生まれたお子さんの健康祈願にですね、お越しに来る方も多いそうで、はい、拝殿の中にはこういった絵馬もね掲げられているんですよ。ちょっと珍しい形ですよ ね、はい、ね、四角い絵馬なんですって、はい、あ、こういうのも見に行きたいですよ ね、はい、ね。でまたあの雷鹿槌の丘もね、はい、見に行っていいんかなと思いました、ね、うん、歴史感じそうですよね。そう、以上ぶらり日本書紀でした。 CM の後は新発見、おいしいならカレーです。誰もが好きなカレー、あ、おいしそう。さあ続いて新発見おいしいならに参りましょう。今回はナフィック県立奈良食と農の魅力創造国際大学校の卒業生が開業した五条市のお店からお送りしますよ、はい、まあ、やっぱりナフィック卒業生のお店って増えてますけど、はい、うん、本当にもう卒業した瞬間プロですもんね。そうですよね、腕前が、ね、この番組でもねいくつかご紹介してきましたけど、はい、あのソニ村のオーベルジュってね、うん、雰囲気も素敵でしたし、おもてなしが徹底されてましたよ ね作る料理から雰囲気から、はい、もう最高ですよ、うん、で今回はカレーなんですよね、はい、皆さん大好きでしょ、うん、ご覧ください、はい、どうぞ。五条市の西吉野町です。素晴らしい景色が望めます。今回の新発見おいしいならはこの雄大な景色を望む高台に立つ山里カフェ一本の木からお送りします。このお店のオーナー岡本紀子さんはナフィック奈良食と農の魅力創造国際大学校フードクリエイティブ学科の卒業生で2019年10月にこのお店をオープンしました。すごいいい景色ですね。そうですね、結構高いところにあるんで。どうしてこの場所でカフェをしようと思われたんですか？定年退職後この地域で暮らし続けようって決めて、やっぱりどんどん人が少なくなってきてて、集まってもらえる場所を私が作れるんちゃうかなって、でカフェしようって決めてナフィックに通って去年卒業して開業にこぎつけたと、そんな感じですね。皆さん来てどんな風におっしゃってました？あの普通の民家の裏をたどったらこれがあるということで、まず驚いてもらうことができますね、まあ、メニューは少ないんですけど、ここでしか食べられへんジビエカレーと乳麺、あとまあ自家製のジュースとか季節の小鉢とか、そんなんを組み合わせて出させてもらってるんです。さて今回は鹿肉と干し柿と大和当帰のカレーということですけれども、はい、お料理の特徴を教えてください。そうですね、やっぱり地元のものが使えればいいなって思っていて、ジビエ、鹿肉です。それから自家製の干し柿を甘みに使って、で香草として大和当帰を使っているというのが特徴です。それでは早速作り方を教えてください。はい、よろしくお願いします。用意するのはご覧の材料。それでは作り方です。人参、リンゴ、生姜をすりおろします。ニンニクと干し柿はみじん切りにします。一口大に切った肉を赤ワイン、薄切りにした玉ねぎ、大和当帰の葉と一緒に一晩漬け込みます。漬け込んだらザルでこし、肉と玉ねぎ、大和当帰の葉、赤ワインに分けます。肉に塩、胡椒をして下味をつけます。サラダ油を入れたフライパンを熱し、肉を焼き、焼き色がついたら取り出します。中まで完全に火が通る必要はない。そうですね、そうめんで旨味を閉じ込めたいなと思うので、焦げ目ついたかなぐらいでひっくり返した方がいいと思います。そのフライパンから油を取り除き、漬け込むのに使った赤ワインを入れ半量になるまで煮詰めます。しっかり今沸騰してきてます ね。 そうですね、アクが出てきたのでアクを取ります。鍋にラードを熱し、玉ねぎを飴色になるまで炒めます。マリネの時に使った玉ねぎもここで一緒に炒めてしまいます。
しんなりしてきたらニンニクを入れます。弱火から中火で飴色になるまで15分は炒めていきたいですね。一旦火を消し、人参、セロリ、生姜、刻んだ大和当帰の葉、煮詰めた赤ワイン、鶏ガラスープを入れて火にかけ、最後に肉を入れます。鹿肉って繊維質なので、あまりに長く煮込むとほぐれてしまうので、これぐらいで入れるのがいいかなと。沸騰した後、弱火にしてアクを取ります。トマト、リンゴ、干し柿、柿ジャムを入れ、ひと煮立ちさせカレールーを加えます。蓋をして弱火で30分から40分ほど煮込みます。焦がさないように時々ケチャクシで混ぜるのがいいと思います。皿にご飯とカレーを盛り付け、お好みで素揚げした野菜をトッピングして完成です。出来上がりましたね。出来上がりました。お待たせしました。すごい、もうお肉いっぱい入ってますね、はいはい、早速いただきます。どうぞ。この鹿のお肉なんですけど、すっごく柔らかいですね。そうですね。陶器の独特の香り、今これちょっと素揚げしてますけどね、生場で召し上がっていただいても美味しいです。ところでナフィックといえば、調理だけではなくって農業のことですとか接客のこととか経営に至るまで本当に幅広く技術と知識を学べる学校だと思うんですけど。そうなんです、はい、そのことは今どのように生かされてますか。自分がこう開業するにあたり、何の知識も経験もなかったので、ナフィックに生かしていただいて、調理はもちろんですけど、農作物を作るノウハウとか、それから経営とか、サービスっていうのはもう直結して役に立ってるなっていうふうに思っています。ありがたかったなって思います。仲間もできましたし、それもすごくいい財産になってます。はい、いやもう今日は本当にこんなに素敵な可愛いお店でとっても美味しいお料理ありがとうございました。ありがとうございました。ナフィック卒業生が作る奈良の美味しいをどんどん発信していってほしいですね。岡本のり子さん、定年退職後にその地域の憩いの場を作りたいという夢をね、はい、持ってこうナフィックに通いはったわけですけども、なんかこうそういう夢を追うのに、なんかこう年齢とか早い遅いって関係ないんやなと思って、その夢を叶えてくれたのがナフィックなんやなっていう、そういう思いに、ね、なりましたね。今岡本さんもなんか目がキラキラされてましたし ね今まさに青春な感じがしました、ね、はい、ナフィックって料理だけではなくて、お店を開く時の勉強もこうしてできるっていうのは魅力ですよね、うん、そうよね。そんなナフィックからお知らせです。ナフィックでは入学を検討されている方を対象としたオープンキャンパスをご覧の日程での開催を予定しています。フードクリエイティブ学科では調理実習や試食体験、アグリマネジメント学科では農場実習体験があります。参加費は無料です。開催の状況や申し込みなど詳しくはナフィックホームページでご確認ください。皆さんもね、ナフィックに入ってその夢、うん、叶えてみましょう。こうして卒業生の皆さんが活躍されて、うん、この岡本さんのようなお店、そう、これからどんどん増えていくんでしょうね。行ってみたいな、ね、眺めとカレー食べたいな、はい、楽しみですね以上、新発見おいしい奈良でした。続きましてはうふふ川柳に参りましょう、はい、今月のお題は癒しです。癒し、うん、3作品続けてどうぞ。おばあちゃん、僕の笑顔が癒しです。その笑顔に癒されて、またおばあちゃんの笑顔で周りも癒されるんだよね。長旅の退屈癒す好きな本、その本も一緒に旅の思い出になりますね。思い出2倍。子育てのストレス癒すこの寝顔、そう、寝顔ほんと天使、
昼間ほんと怪獣どの作品もあっぱれでした。あっぱれでした。さてその他の作品もご紹介しましょう、はい、今月は544句の応募をいただきました、うん、たくさんの応募ありがとうございます。その中から7作品ありますが、はい、うん、伊佐川さんどれお気に入りですか。私は右から3番目、ふるさとの懐かしき声受話器から。こんなことあったなって思うんですよね。そんな時ありましたっけ。私は関西離れて働いてたことがあるので、はい、関西弁がね、こうお母さんお父さんってこう受話器から聞こえると懐かしく感じてました。一番でも家族の声がね、はい、なんかこう癒されるというか、うん、なんか初心に戻れる感じもしますもんね。離れて暮らしたらね、うん、親のありがたみ感じるんですよ多分、はい、物を送って言ってたんでしょうねそうですねということで県民通りならでは毎月川柳を募集しております。7月のお題は秘密です。応募方法は郵送かファックス、メールフォームで奈良県広報広聴課までお送りください。あっぱれ作品に選ばれた方には素敵なプレゼントがあります。以上うふふ川柳でした。 CM の後はプレゼントです。今月はお一つどうぞ。何甘い。続いて番組からのプレゼントです。奈良の特産品満載のインターネットショップ奈良 A モンストアで好評販売中、奈良ホテルオリジナルカレー&ポタージュセットを1名様に、佐藤殿マスオ商店の奈良コンフェイトを10名様に差し上げます。ご希望の方はどちらか希望の商品名を書いてはがき、ファックスまたは E メールでご応募ください。締め切りは4月28日火曜日、当日消印有効です。この番組への感想ご意見も添えてくださいね。県民だよりに掲載されているイベントなどの情報は3月10日時点のものです、はい、開催の状況などについてはその都度ホームページで確認していただきますようお願いいたします、はい、さあ、まあ今月の特集でもありましたように、はい、奈良新都づくり、戦略2020、はい、令和2年度の主な取り組みを紹介してきましたが、うん、その、戦略づくりを推進するために、はい、県庁の組織を再編してるんですよね。そうなんですよね、うん、例えば文化教育暮らし創造部はもともとは地域振興部だったんですけれども、うん、はい、こちら地域に注目しまして、はい、人や暮らしに着目した部に生まれ変わったんですね、はい、例えば子ども女性局を編入して文化教育暮らし創造部として新しく生まれ変わったということなんですよ、うん、はい、まあ、よりね、はい、奈良の皆さんがこう実感できるような、うん、そんな戦略都づくりっていうのを、ね、期待したいですよ ね、もっと良い奈良を目指してということですからね、はい、それでは今月はこの辺でお別れしましょう、はい、さようなら。さようなら。